どうもどうも、雑草カフェ店主のあゆみんです。今日はじゃじゃーん、クマザサです。これちらですね、お友達がクリスマスプレゼントに取ってきてくれました。クマザサさんですね。クマザサ見ての通りすっごいでっかい笹でして、一応この周りが冬になると、歌舞伎の熊取り、目の周りにこう書く熊取りみたいにこう白く周りがこう縁取られるので、熊笹という名前になったようです。で、こんな感じで冬でもこう全部枯れちゃって取れたりせずに、真ん中が緑のまま残るっていうぐらい、生命力が強いというので、笹の中でも効能が非常に多いというか強いというふうに言われている笹です。今日はですね、この熊笹を使って笹茶の作り方をご紹介したいと思います。ちょっとまだ緑っぽいやつをメインに切っていきます。これはもうですね、先ほどちょっと前に、洗って乾かしておきました。本当は夏の初め、初夏の、青々としたですね、この先っぽの一番若い葉っぱを取るのが一番効能が高いんですけど、ちょっと今回は冬の葉っぱで作っても美味しいのかどうかの実験も兼ねてちょっとやってみたいと思います。で、笹茶作り方本当にすっごく簡単で、取ってすぐ作って、すぐその日のうちに飲めるっていうのが素晴らしい。よし、笹茶作るぞって思っても、こうして何日か経ってるうちに忘れちゃったり、もうやる気なくなって、なんかこう何日も干し続けて、もう、ダメかなみたいな感じで捨てちゃうみたいなことを私よくやりそうなんですよね。もうすぐ忘れるし、めんどくさがりなんでこのね、取ってこう思い立ったその日にすぐ作ってすぐ飲めるっていう、このお手軽さすごくおすすめです。じゃじゃーん、一回全部切りました。火の通りを均一にするためになるべく同じような大きさに切り揃えた方がいいと思います。はい、では、これを、よいしょ。今回は半分だけ、半分ずつ入ります。これ結構時間かかるんですよね。10分とか15分とかかけて、弱火でじっくりいってます。だんだんちょっとね、湯気が立ってきて、すごく香ばしい匂いがしてきましたよ。いい匂い。全体的に、ちょっと薄く茶色くなるような感じを目指して、こんな感じの色を目標にします。これ全体的にこうなるように。はい。だいぶ乾燥して、こうギュッと握るとパリパリっと割れるようになってきました。細かく手で砕いてみてます。やっぱりでもね、夏に行った時と比べるとちょっとね、香りが弱いなと思いますね。やっぱり夏が旬のね、時期がやっぱり雑草は一番効能もいいし味もいい、まあ自然界のもみんなそうなのかもしれないですね。こんな感じで一回煮出してみようと思います。お湯が沸いてきました。あ、グラグラなのでちょっと一旦火を止めます。で、本当は80度とか、あと水出しの方が実はね、刺さちゃって香りが出て美味しいんですけど、今回ちょっとすぐ飲みたいので、グラグラ沸かしたお湯を、一旦止めて、で、刺さちゃを一つかみ。今回早く煮出したいので、多めに入れて蓋をして蒸らしておきます。蒸らせました。だいたい10分ぐらい今
漏らした状況です。どうなってるでしょうか。ちょっと中を見てみたいと思います。せーの、パカ。おお、香りがします。わ、カメラがすごい曇った。おお色はどんな感じになるかな。お、薄い。そうですね、笹茶は結構ね、そんなに色は出ないんですけど、画面よりも実際はね、もうちょっと黄色く色がついてる感じですね。じゃあちょっと一回飲んでみたいと思います。熊笹の香りはします。あ、美味しい。結構美味しい。なんかいってるので、こう香ばしい香りと、やっぱり笹の、熊笹のいい匂いはいっぱい入れたんでね、しますね。夏の方が少量で、もうちょっとなんていうか爽やかな香りがしてたなとは思います。まあ、やっぱりね、自然のものは、旬にいただくのが一番なんですけど、今の時期でも十分美味しいお茶ができるということが分かりました。美味しい。なんか味もほんのり甘くて、すごい美味しいです。ちなみにお伝えし忘れてたんですが、熊笹の効能なんですけども、これ結構、いろいろあって、まずはね、口臭予防、殺菌効果が多分あると思うんですけど、あとなんかね、肝臓に働きかけて、こう解毒を促してくれるっていうデトックス作用とか、成長作用、食物繊維が入ってて、どうですか？熱い。暑い。最初の方が死ぬほど苦い感じやけど、そんなに苦くない。そう、甘くない？ちょっとあと匂いは匂い。ササチャ匂い。どう？ササチャぞ。ササの匂いする？もうあのサンタさんにもらったクリスマスプレゼントで遊びたいな。ありがとう。はい、こんな感じで、即席で作れるお茶なの で健康にもいいので、アウトドアに行った時なんかに、さっそうと作って、あの女性にさっそうとこう渡したら喜ばれるのではないでしょうか。皆さんぜひ試してみてください。ではでは。